はい、こんにちは。はい、ねです。こんにちは。はい、ケイケです。はい、サンちゃんです。はい、はい、チャッキーです。ジョージです。リトル花頭です。いいですか？はい、今日はインスタで募集した質問に家族みんなで答えていこう。では始めていきます。はーい、はい、よろしくお願いします。書いた順に質問に答えていくので内容バラバラになりますが、よろしくお願いします。はい、はい、好きなパンは何ですか？好きなパン、チョコパン、蒸しパン、あ、バターロールパン、うんうん、ありますか？モモリリ。おお、あなたは？母ちゃんは固いパン、ゴーのことです。ゴーくん、あまり泣かなそうだけど泣くことありますか？だって。ある。ある。どういう時泣いてる？泣くやんとか。あ、泣いちゃうよね、やっぱね、うん、結構インスタだとね、やっぱね、面白い時とか超元気な時を乗っけてることが多いんだけど、ポジティブキャラ。だからね、見てる人からするとすごい、もう本当いつも元気な子って感じかもしんないけど、結構泣いてます、保育園でね、うん、よく。あとはケーキと喧嘩した時とかもね、泣いてる。泣いてるよね。ここの、あの、喧嘩がめちゃくちゃ激しいんです、我が家。あと、ここと、ここ。はい。はい、よっさ。永遠、永遠に喧嘩してるよね。はい。はい。学校の休み時間は何してますか？はい。はい。はい。チキン。6年生と遊んでる。チキンのところ行ってる。校庭で、あの、鬼ごっこしてる。ねえ、音楽室行ってる。音楽室？うん。何やってんの？ピアノ弾いてる。あと、ドラム。へぇ、ピアノ弾けるの？うん。弾いていいんだよ。何弾けんの？何弾けんの？友達とホラーの曲を作るって言ってるから。あ、作曲？そう、自分で。え、ピアノ自由に使えるんだっけ？うん、そうだよ。いや、最高じゃん。最高だよ。いや、ラブ。何の授業が好きですか？一生の世、体育。図工と体育。え、ね、体育と社会。社会？社会ね、めちゃくちゃノートかけてストレス発散。狙ってる昆虫。はい、来た。はい。ある？ノコギリ。ある。ノコギリ、縦角のカブと、待ってて、ちょっと。なんで？はい、私は外来種のホサカクワガタレライです。いいですか？いい。しかもいいですか？はい。5本角カブと、アトラス。これ。アトラスオオカブとヘラクレスオオカブとネプチューンオオカブとプラチナコガネ、ゴライアスを自分が自分倒す。ゴライアス。これちょっと難しいんだけど、うん、大きな決断をするときに対策をしてることありますか？ケツを出すの？決断って。決断って何？だから例えば。大きな決断をするときに大切にしていること。大きな決断って、大きなって決断ってどういうこと？こう、あれをするぞって決めるときに大事にしていること。はい、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 はい。友達にとらわれません。自分の意見で突き進むだけです。ああ、なるほど。はい。はい。ケイケ、将来の夢は？聞いてない。カブトムシ屋さんを作って、あの、あれ、その人のものにしません。はあ、これは質問じゃないんだけど、パパクッキングまた見たいです。だっていいですか？おう。だそうです。はい、次。はい、今ハマってるもの何でしょう？じゃあキックから。カブトムシ集めること。うん、私は、うん、ガチャガチャ音、ミニチュアを集めることですね。うん、はい。母ちゃんはヨガ。ヨガ。YouTube 見ながらヨガやってます。好きな食べ物。はい。じゃあこれ一人ずつ言うか。うん、はい。なんだろうな。あ、じゃねえからいい。うん。ハラミと軟骨。肉だ。母ちゃんは辛いもの。例えば？辛いラーメン。おお。大好き。お好きな食べ物は？スイカ。おー、セセリ。セセリ。板チョコ。板チョコ。チョコね。チョコ美味しい。
他に習ってみたい習い事ってありますか？ありません。シャンコはこの。ない。ない。K-1 はやめたんですか？はい。はい。はい。K-1 ジムはもうやめて、今はボクシングと柔術をやってます。はい。はい。好きなフルーツ。フルーツ。あのちっちゃいブドウとマスカットと、うんうん、あとマンゴーも結構好き、パイナップルも、うんうん、っていうか大体何でも好き、うん、甘くて美味しいから大体何でも好き、うん、母ちゃんグレープフルーツ、あ、私嫌いキキはフルーツ食べれないです。でもリンゴジュースとかフルーツ系のジュース、リンゴジュースだって、リンゴジュースはいけるね。好きな色は何ですか？黒ゴールド。ゴールド。母ちゃんはグリーンだよね。今日の服もね。イエス。キキもそういうグリーンも好き。ゴー。好きな色何ですか？ピンク、桃色のピンク。おお。薄ピンクかな。はい、次。はい。ストレス発散方法ありますか？はい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 。じゃああなたがどうぞ。何？あんの？はい、ありますよ。うん、ネナに怒られた時とゴーに怒られた時かなんか、うん、なんかムカつくなーって思う。で、ムカつくなーって思ったのを、うん、ぶっ飛ばす気持ちが、はい、キキもぶっ飛ばす気持ちになっちゃう。イラッ！イライラするじゃん。うん、イライラした気持ちをなくす方法。そうなんかお菓子を食べて、うん、あのお菓子食べながらごめんねとか言う。謝るんだ。あ、ストレスはじゃないってことね。うん、謝ってそのイライラをなくす、うん、はい、家族みんなで行きたいところ。ハワイ。ブルーハワイ行きたいところですアジじゃん。行きたいね、いつかね。母ちゃんはね、温泉。おお。キキね、泊まんないとね、あんま銭湯とかね、あんま好きじゃない、うん、あれでしょ、泊まりたいんでしょ。うん、ネナも温泉かな、気持ちをリラックスさせたい、うん、キキも温泉ですネネ、キキはなんでそんなにストイックに練習ができるの？ストイックって、あ、そういえば、なんだろう頑張ってできるってこと。なんかやるかって気持ちになって、やってやるとか、うん、パパとスパーやるかって思った時、グッドバスティングズ決めに行くとか、腕決めるとか。やっぱスパーリングが好きなの、うん、大好き、マジで、うん、バチバチ。ネネとやった時はマジでもう楽しいよね。もう遠慮できないし、もう何でもやっていいと思ってる、うん、正直ね、うん、じゃあね、ねんときでやるのが一番最高なんだ。パパも最高だよ。パパも最高、うん、ね、パパの方最高かも、ガンガンいける。あ、そうだよね、うん、でもゴーも結構楽しいな、うん、最近練習はやってるから。うん、何もやる気がないときどうしてますか？え、そんなことない、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 逆にない、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 答えれないよね、うん、じゃあちょっとだるいなとかっていうとき、え、そういうのもない。だるいってどういうこと？いや、もう疲れた。ああ疲れたな。あ、ネネある。ネネあります。ネネなんか布団敷くときに、あやばいやつじゃん自分のミニチュアの世界を見て癒される。キキもそういうの、ネネそういうときになったらネネちゃんとやれってカツを入れんのね、うん、なんでそんなに明るいんですか？なんでしょうね、なんでしょうね。ポジティブ思考ですかね。0歳の時からですね生まれたてです、ね、生まれつき明るいってこと？母ちゃんが明るいから。あー、そうなのかな。違います、私は母ちゃんのお腹の中で、うん、あーね、ギャーずっと言ってたなんで明るいかは分かんないってことですね。はい、ふめはい、ということです。ネネがポニーテールだった時にすごい髪の毛綺麗だったから何かつけてますかって質問があったんだけど、寝癖漬け。寝癖漬け漬けじゃないでしょ、あれ。寝癖直すのにラッテの寝癖直しウォーターっていうやつをシュシュシュってやって、あと超ピシッグリャッつってやってる。たまにあのまとめ樹っていう
スプレータイプのやつを前髪のところでかけて、そうそうそう、キシってやった。あれ結構まとまるよね。今年のハロウィンの仮装は何しますか？マトリョーシカ、ギアス増加ぶと。おー、いいねいいのかな、想像つかないけど。もうハロウィン何やる？桃切り役。あ、いいね、はい、似合いそう。似合いそう。ねねちゃんはなんで二階堂の CM が好きなんですか？私ですか？一日の終わりを感じれるし、あの月の光り方わかります？月の光り方がマジでおーって、もう月から疲れが癒される光みたいなパワーが出てくるんです。ぬる。しかもさ、ティッティーンの始まりの音がめっちゃいいっすよあれ聞いたらもう興奮する。あと悲しみの抜け殻を乗せて、月はいつもポケットの中で輝いていました。映像と言葉がマジで好き。格闘技をしてて辛くなることはありますか？ありません。うん、ありません。年齢を教えてください。10歳。あ、待って、7。4歳。37歳。40歳。うん。喧嘩はしますか？はい、めっちゃします。もっちのロンです。しないと意味わかりません柔術を始めたきっかけが知りたいです。え、もともとボクシングをやっててでボクシングやってる中でやっぱその体のね使い方とかをね、もうちょっとね上手にできるようにしたいっていうので、なんかないかねって始めたのが柔術だったんでね。そしたらすごいねねもキキもパパもやってんだけど、うん、ドハマりしてね、うん、で今度試合に出るもんね、うん、うんこはまだ好きですか？だって最近前より言わなくなって今好き？うんこ好きだって。好きじゃない。あ、そうなの？もう卒業した？あ、卒業した？うんこ、うん、あ、そうなんだ。前なんか水飲むためにうんこ言ってたね。あ、うんこ、はい。好きなスポーツメーカーブランドはありますか？ブラン、アンブロですね。ナイキとヒョウ柄柄ね。ナイキ結構好きだね。今日も着てる。うん、怖いですよ。元気の源は何ですか？源って元気元気の元は何ですかっていう。元気の元？え肉でしょ、我が家は。だから元気の元、肉じゃない？ね、ね、肉じゃない。肉だ、肉だ、肉だ、肉だ。笑うぞと、うん、あと笑いますね、笑うです。あとは笑います。お袋の飯ですね。あ、俺もだ。3人の中で一番おふざけさんなのは誰？はい。あ、キキだね。確かにキキだな。なかなか言うこと聞かないから。あれ、カブトムシ今全部で何匹いますか？え、ちょっと50ぐらい？ねね30ぐらい。もう68歳。100いくかな、もしかしたら。幼虫がすごいいっぱいいて170ぐらいで。170？ え、ね、カバキンがめっちゃいる。あ、そうだよね。キキのがめっちゃいるから。そう、100匹以上。オスメスいるのは繁殖してて、100はいるね。200ぐらいはいるんじゃない？とんでもない量になってしまって、はい、今すごいよね。いつも何時起きですか？平日は柔術が、朝柔術がある日があって、その日は5時半に起きるんだよね、うん、で、それがない日は6時から6時半ぐらい、うん、で、聞きは7時。休みの日で何も予定がない時は結構遅いね。10時。お父さん、お母さんの好きなところを教えてください。はい、じゃあまずママからいきます。はい。シミを直すために努力をしているところと、はい、あと料理を作ってくれるところと、はい、あと母ちゃんのこと、あと編集してくれてるところと、うん、あと一つにしろ。はい、はい、で、パパの好きなところは、はい、おならの音が大きいのと、キャーッするそれ。あと優しいところと、あー、あと母ちゃんね、うん、母ちゃん優しいね、うんうん、はい、あと焼きそばが美味しいのと、うんうん、今、いっぱいあります。あります、ありすぎ。シミ、シミ、シミと眉毛と歯と鼻と頭。オッケー。はい、はい、パパ
パパ、だから、キキが言う。キキ言っちゃう。キキ言ってくれよ。パパは、スパいっぱいしてくれるとこと、うん、あとギューしてくれるとこと、うん、なんで？すごいな。撮影の前なかったよ。出てきたんじゃない？ニョキニョキって出てきた。こうは母ちゃんの好きなところありますか？水族館。ああ。パパの好きなところは？ある？好きなところ？リトルハナガジラ。なるほど。定番のご飯のメニューを教えてください。定番って？よく食べるやつ。セセリ軟骨。うん、やっぱ焼肉だね、うちはね。みんな肉が大好きだ。肉、肉、お味噌汁、サラダ、ご飯って感じですね。肉、うん、あとなんかもうおかずとかがあったりしますね。おかず、肉、魚が多いね。魚だと鮭、サバ、ブリ、ブリ最近でも出してる、うん、サバ、鮭が多いな。ホッケ、ホッケも食べるね。ホッケも結構。どんな YouTube を見ますか？ミステリーとかホラー。うけつだよね。うん。キキは昆虫系じゃない最近。昆虫と、うん、ミスター B。うん、確かに。今までで一番楽しかった旅行はどこですか？旅行？どこ行ったっけ？沖縄。沖縄、あと栃木。熱海、大阪、京都。旅行は全部楽しい。全部楽しいね。全部いい思い出。ねね、京都かな。京都楽しかったね。京都行ってます。でも沖縄も楽しかった。でもバイキングあったとこめっちゃうまかった。ステーキも楽しかった。ステーキ全部、うん、映画見たら一番楽しかった。以上、こんな感じでした。はい、はい、たくさん質問ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、楽しかった。うん、うん、なんかこう、いつも個別にやってたからね、うん、みんなでやったらちょっとわちゃわちゃになっちゃったけど楽しかったです。はい、同じ質問でも1ヶ月とか経つと結構ね、答える内容が変わってくるから、はい、またね、近々ちょっと期間が空いてからみんなでね、やろうと思います。はい、はい、ちょっといいですか？はい、次の、うん、チャンネル作るためには、チャンネル、うん、2000円企画。チャンネル、あ、動画、うん、なんか新しいチャンネル作るのかと思った。2000円企画ね、キキ好きなんだよね。でもついこの間スーパーでやったんで、もうちょっと後にしてもらっていいですか？ちょっとまた2000円かよって思ったんで。2000円家族かよ。なんか最近ロピアっていうスーパーがすごい安いみたいで、ロピアって、なんかあるんだって。そういう、どこで、なんかいろんなとこにあるんだって。ロピア、量が多くて安いみたいな。あ、お店が、お得系。そうそう、お得系のスーパーがあるから、やってみたい。行ってみて、なんか買ってきたもの紹介したり、それでご飯作ったりも楽しいかなと思ったりしているので、まあいろいろまたみんなで考えてやっていこうと思います。はい、はい、本日はありがとうございました。ありがとうございました。あと、ちょっといい？あったかい。なんなの？これ、うん、何の箱かなと思ってたら、チャッキーですよ。チャッキーいっぱい。それだけかよ。チャッキー。入ってる。お、編集した？壊れちゃった。バン！うわ！怖い！また見て！バイバイ！